いやーもう福田さんがもう本当にもううるさい。いや久々の登場になりますねこれ。もう本当にもうね福田さんだけはごめんなのよ。ちょっと待ってマジで。で何年か前に出ていただいたじゃないですか。出ました、出ました。本当に出てもらったんですよ。出ましたね本当に。で、あの後すごいいろんなとこ出てるんですよね。え、あの後いろんなとこ出てますよね、うん、だから今日も実はですねライズにあの2人でこう見てたんですけど、ライズ行きました。みんな写真撮影なんか選手かと思いますよ本当に、すいません。写真撮ってます。いやよくわかりますよね、マスクしてる。ありがたいですよ、これみたいなね。嬉しいです。嬉しいですか。はい、喜んでくれます。やっぱまた格闘技好きだから嬉しいっていうのもあるんだね、多分ね。大好きですね。それはね、すごいんですよ。大好き。うん、だから今日ちょっとこの、すごい注目したヤンマン選手の試合を。うるさい。福田さんがうるさい。この人ね、タイのパタヤに一回行ったことあるんですよ、この人。それでね、マッコイさん、スーター乗りましょう、スクーターって、タイのパタヤ、安全でしたら、なんて言ったら、ものの見事に警察に職員食らって、俺なんか30分ぐらい拘束されて、だから俺、免許も持ってたし、国際免許を持ってたら OK だったんだけど、全部嘘情報です。ボクシング中に行ったんですよ。もう嫌ですよ。もう嫌です。でももう YouTube 回すって言って、一発にもしないです。バズりもしない YouTube 何年もやってる。バズらしてくださいよ、ちょっと寝技 TV とかに変えてください。寝技 TV ですね。寝技 TV、 寝技チャンネルとか。菊田さんはね、元アブダルコンバット、はい、世界寝技の最高峰のチャンピオンの、はい、アブダビーコンバットが優勝したのに、はい、菊田さんとは誰ですか。いないんですよ。いないですよね。今でいないです。菊田さんにうるせえなとか言うけど、はい、寝技とかどこでやろうって言われて、菊田さん切れさせたら俺なんて秒でやられちゃうから。3、4年やってる。もうやってますよ。3、4年やって、5、6年やって、はい、何回バズったんですか。いや1回もバズってないです。もうやめろよ。YouTube も YouTube で自分の車でも大事行きますって回して、何が面白いの。それ本当にやばいこれ。何が面白いのよ、それ。車でライズ行きます。ちょっと普段の日常を出さないとやっぱあれなんですよ。誰が日常出さないの。日常気になってんだよ。誰もいないよそんなの。いやいや、そうなんですけど、やらないと。とりあえずやることに意味がある。やるものね、だったらやめればいい。やめる。それもやめなさい、もう往生際が悪い。いや、じゃあ、粘るよね、やっぱり。寝技と一緒で。グラバック派。今ヤーマンの話の前にやっぱ何がすごいって、今時代がいろいろ変化してるのに、時代が変化してる中でこうやってまた YouTube でも企画をちゃんと考えて、これがいいんじゃないかとか、新しいも古いもないって、はい、自分があの、はい、面白いと思ったことをやるっていうのをぶれないでいるってことだけ決めてますよ。ブレブレじゃないですか。なんか国境越えますとかわけやがって、なんかタイからミャンマー行きますって言って、パスポート使えないみたいな。ああ、それ見てくれたんですね。これ流しておこう。それやって今日もライズ見に行きまって車で撮ってんでしょ。はい、誰が見るんですよそんな菊田さないの。いや、かっこいいよ。車移動。本当ね、喧嘩したら1秒で負けますけど、言いますよ。やめろ、バカ野郎。やめてしまえよ。泣いてるわ、もうアブダビコンバット。ちょっと待って、すごいですね、やっぱね。よくしゃべる、やっぱすごい。よくしゃべるってなんだろう、勝手に回して。いや、あの、ちょっといいですかね。ヤーマン選手のことをちょっと、今日の試合を。何仕切ってんの。何仕切って。面白くないんだから、あんな聞き出さない TV なんか誰も見てないんだ。もうやめちまえよ、今日でも、本当に。いや、一応だから。それかバンされろ、もう。ライズさんは会場では初めて見ました。あ、意外にそう。いつも動画で見てる。あ、動画で見たんですか。そうです。で、僕はやっぱり中村寛選手とか、はい、さっきの僕大好きでね、あのバイキングスタイルとか、もう本当にもう男の感じでいいなと思ってたり、はい、まあ、あとはそのヤーマン選手、ヤーマン選手もなんかこう侍みたいでね、あの本当好きで、はい、まあ、もちろん天心選手もね、はい、まあ、大好きで、はい、あの初めて今日あの伊藤代表さんからね、はい、ちょっとあの食事ね、はい、池田さんのおかげで、あの伊藤さんと、はい、
あのご飯食べさせていただいて、その流れで見ることができて、すっごい面白かった、マジで。今日ヤーマン選手の試合、今までの試合の中でも結構いい試合、今日の試合はやっぱ最高ですね、割と。僕、はい、彼の試合面白いですよ、全部。でも今日はあの白鳥選手、はいはい、白鳥選手、まあ、あの始まる前からの設定が面白いですね。イケメン白鳥を、はい、あの3枚目の男臭いヤーマンが狩るみたいな、うん、イケメン狩りみたいなこう演出が載ってたんで、うん、もう俺ああいう演出から見ちゃうので、あこの演出も見事だったな。あれ盛り上がるよ。はいはいはい、ヤーマンとかやっぱり K1 の芦澤優生選手とかは盛り上げ上手。なるほど。もう演出する側としたら、演出する側としたら実に欲しい、あそうですか、選手。昔じゃいなかったタイプですね。いない。いないですよね。いない。ああいう選手大事にしないとダメ。ヤーマン選手っていうのはもうなんか歌で言えば演歌。もうほんと詞がいい。もうなんつうのかな、古臭いけど日本人の心に刺さるというか。だからそうですよね、みんなが感動して今日も。だから僕はヤーマン選手、白鳥選手もものすごいスタンスある選手だと思いましたけど、僕はやっぱり男としてあのヤーマン選手の、僕らのヤーマン選手サイドの、あの2列目で見てたね、はいはい、だからあのやられた時にセコンド帰ってきた時の顔も見ましたよね、はい、もう飛んでたじゃないですか、うん、もうこう、うん、あって、はい、あやばい、もう俺も決まっちゃうと思ったじゃないですか、はい、でもあっから彼の、いやあんなね、俺最後まで持つと思わなかったし、ね、あんなもう根性、多分俺気持ちで言ったら多分本当ライズ1、気持ちの見せ方がうまい。僕気持ちでちょっと見てたんで勝っちゃったかなと思って思っちゃいました、一瞬。そうですね、はい、まあダウンはしてるんだけど、ダウンはしてましたけど、ちょっと細かくは入れられてるんだと思った、ダウンはしてましたけど、3ラウンドは、まあ、3ラウンド取ってますね、取ってますよ、ね、取ってます、あれはもう山田選手見事取りました、絶対取って、僕一回あの芦澤隆介のぶらり喧嘩旅、あはい、阿部馬さんの番組で、超面白いらしいですね、阿部馬さんの番組で、はい、あの僕一回ヤーマン選手と喋ったことあるんだけど、はい、やっぱりねヤーマン選手も芦澤君もね、ちょっと男が惚れる男、それはね共通してます2人。キックなんてこうああだこうだって詳しくは分からないですけど、技術的なことは語れないですけど、一演出家としてその見たくなる選手の素質、うんうん、あれはもう俺ヤーマン選手は俺今日の試合ではもうライズ劇場のもう最高のなんかゴールデンタイム見せてくれたんですね。本当僕も行ってよかったな。でもそういうのはやっぱ20代のやっぱり元気がある彼らがやっぱ作っていくんですね。鳥川とフリージングで何なんで偉そうそろそろ来るのかなって僕もちょっと一瞬思ったんですよ。偉そう偉そうにポルシェ乗ってさこれ切らない、やっぱアブダビコンバット世界一になるとポルシェ乗るんだなって。車が好きなだけで、そう本当にさバンされりゃいいんだよバンされることやらないですからね、まず格闘技愛は、ね、伝わったと思うんですよ。格闘技はもう本当大好き、もうこれはもう嬉しいですよね、それはね、格闘技ってやっぱ人間性が出ますよね。テレビもテレビ番組もそうなんですけど、同じそうなんです、はい、作る人の人柄が出るので本当に試合って面白い作品ですからね、すごくね、会場行ってね、はい、会場の見に来てる人たちのファッション見たらまた楽しい、どういうのがすごいですね、本当に。何がすごい全く何も感動もしてねえのに、すごいですねとかって、俺回せますよ感出しやがって。本当に思ったんですよ、今。いろんなとこ見てるんですよ、インスカなんで、やっぱりね、インスカなんですから。全体を。何カッコつけて喋ってんだよ、今。どうにもならんような MC やりやがって、本当に。だから伸びねえんだよ、金出さないっていうのは。二度と見ない方がいいよ。ケールじゃねえよ、もうこんなもん。俺ケールも、もう二度とこれやこんなもん。終わりです。はい。